ビューリーズはアイルランドのダブリンに本社を置く飲料メーカー。本店はダブリンニ行くグラフトン街に位置する。1840年に設立され、主な事業内容は紅茶、コーヒーの製造とカフェの運営である。アイルランド、イギリス、アメリカ合衆国で事業を展開しており、ボストンではレベッカズカフェの名称で、カリフォルニア州ではジャワシティの名称で事業を展開している。 ビューリーズのティーバックビューリー家はカンバーランドを発祥とし17世紀にアイルランドに移住したクエーカー京都である1780年代には150人の従業員と共に理念の工場を運営していた紅茶の通商に参入し1835年にはサミュエル・ビューリーとその息子チャールズが中華人民共和国の関東省から出荷された2099箱の 紅茶を水揚げした。その後、ビューリー家はコーヒー商売へと拡大し、1894年にサウスグレート・ジョージ通りに、1896年にはウェストモアランド通りにカフェをオープンした。グラフトン街の本店は、1927年にアーネスト・ビューリーによってをオープンした。グラフトン街の建物には、かつてウェリントン公爵や、 ロバート・エメットなどの生徒が通っていたホワイト・アカデミーがあった。1999年にはアイルランドで20店舗以上、海外で6店舗のカフェを運営している。2018年5月、ビューリーズはリサイクル可能なカップを使用し始めた。ジェームズ・ジョイス、ユーツーニール・ジョーダン、メアリー・ブラックなどが頻繁にビューリーカフェへ訪れた。また、マーガレット・ミッチェル作の 風と共に去りぬの続編であるスカーレットやバーソロミューギル作のジョイス殺人事件にもビューリーカフェが描かれている。日本でもビューリーズの紅茶、ハーブティなどが販売されている。1927年からダブリンのグラフトン街でカフェを経営している。ダブリンのランドマークともされ、2004年11月から2005年5月までの間、改装と修復のために閉鎖されていた。 2007年には大規模な工事が大屋の同意なしに行われたため大屋の一件デルによって賃貸契約が争われた2015年2月からより大規模な改装工事のために再び閉鎖された2015年10月までにビューリーズは閉鎖期間を延長すると発表し2016年半ばには 再オープンの日を2016年末に押し戻していた。最終的に2017年11月には数百万ユーロの改装工事を経て再オープンした。2020年5月、新型コロナウイルス感染症の流行が発生した際、経営陣はスタッフにグラフトン街のカフェを今後数週間のうちに高級的に閉鎖すると通達し、110人の雇用を失うことになった。 しかし、2020年7月下旬、段階的に再オープンすることが発表された。1997年に、マサチューセッツ州ボストンのカフェチェーン店、レベッカカフェを買収し、2000年には、ジャワシティを買収し西海岸に進出した。ビューリーズは2011年に、コーヒーのサプライヤーである、ダーリントンを買収した後、2013年に、ボリングコーヒーを買収し、 2015年には、イギリスのフードサービス販売会社である、ペロスを買収し、イギリス市場に参入した。ビューリーズは、ダブリン市内中心部にも、支店を展開していた。また、ダブリン空港の第一旅客ターミナルにも支店があった。フランチャイズ事業者が、ナットグローブ、ザ・スクエア、タラ、オムニパーク、スティローガンショッピングセンター、キューダンドラムショッピングセンター、 サウスグレート、ジョルジュ通りなど郊外のショッピングセンターに複数の場所で運営していた。一部、ビューリーズが直接運営していた。ビューリーズホテルはアイルランドとイギリスでビューリーズの商標を使用したホテルチェーンでスラニーフードとモランホテルグループが所有していた。ライセンス契約はモランビューリーズホテルがダラタホテルグループに売却されたことを受け、 2015年半ばまでに終了した。ありがとうございます。